チュリー21ウィルハウスの古川です。本日はリベール引き2のご紹介をさせていただきます。こちらの物件は南海高野線初芝駅より徒歩8分の立地にございます。平成22年6月に建築されており、軽鉄造りとなっております。こちらは洗面室になります。こちらは浴室になります。浴室は1616タイプという非常に大きなお風呂になっており、浴室乾燥機能、追い焚き機能もついております。こちらがキッチンになります。キッチンはシステムキッチンになっており、2口のグリル付きガスコンロとなっております。こちらがリビングダイニングになります。こちらの窓はペアガラスになっており、シャッター窓もついております。また、こちらのお部屋にはエアコンが1機ついております。こちらが洋室になります。洋室とリビングの間には可動式の間仕切りが設けられております。こちらはウォークインクローゼットになります。以上、リベール引き2のご紹介をさせていただきました。